里崎チャンネル。ボン。さあ、里崎総チェックということで、今日は特別編ということでね、4月12日水曜日、巨人対阪神戦のね、村上投手、完全試合途中で交代の、ぜひというところで、里崎チャンネル取り上げたいと思います。今日は先ほどまでね、プロ野球ニュースに行ってて、今帰ってきました。その中でね、まあ今日、いろんなところでね、まあ明日のメディアも含めて、このね、村上投手の、この完全試合途中ね、村上頌樹投手、3年目、智弁学園高校から東洋大学、そして阪神タイガースに入団というね、この選手が、7回84球、無安打、5三振、無四球の完全試合で7回、そして8回表に、代打が出て、そこで交代というね、ところになりましたけども、その是非っていうね、まあ是非っていうのはないんだけども、まあ正直ね、まああの、いろんな考え方、あるかもわからないですけども、まあ阪神ね、岡田監督はもう交代と、まあ多分そのね、チームの、勝利をね、優先、したんじゃないのかなっていうところがね、まあ一番のところに来るんじゃないのかなっていうね、ところは、ありますけどね。まあ今シーズンね、ここでしっかり投げてっていうね、次に向けてっていうところはありますけども、まあこれがね、どうかっていうところでね、岡田監督がね、試合後のインタビューで、答えてましたけども、勝ったから良かったようなものの、頭の中ではずっと完全試合いけたんかなというね、それは残ってますよ。だからまあそこら辺はね、完全試合、それはもう岡田監督も苦しい決断の中でね、それはまあね、完全試合生かしてやりたいっていう思いもある中で、チームの勝ちをね、優先させたのかなと。で、村上投手は7回84球、球数も少なかったですけどもとね。で、6回も考えたんだけど、打順とか考えて、後ろも投げていなかったんで、初めてだったんで、完全試合の継投というのはね、あそこまで投げたら合格点で、あとは勝ちパターンのピッチャーで、みんなで継投で完全というのもよぎったんでね、と。で、村上投手の交代は何だかと。いや、全然悩まなかったと。それは悩まなかった、おーんと。で、空振りが取れなくなっていたから、なのですかって聞いたら、まあ当然最初からどんどん飛ばしていくというか、調子がいいというのは聞いていたと。あんなピッチングするとは思わんかったと。逆にね、と。それは完全試合というのはあったけども、投手3人で完全試合という方をね、優先したんやと。で、村上に勝ち星がついていればっていうね、質問に対して、チームの中では勝ち星ついてるよと。で、まあ打線がもっとと、1週間も言うとると。で、大きい勝利だったと思うかという質問に、大きい大きいと。それはもう全然大きいよと。勝ちは誰になったん？今日は岩崎か？チームの勝ち星は村上でやろう。当然やろう。そんな当たり前やと。今後のローテーションも次も当然使うと。7回まで完全試合を今まで経験ありましたかと。初めての経験はと、監督として。長年やっていてないないと。どのような感じでしたかと。どういう感じもクソも1対0で勝っとるわと思っとったと。そんなのお前、そんなん意識してないけどお前な。あと2点ぐらいあったら生かしてたかもわからんと。3対0やったら、ここはな、ホームランとかあるからな、東京ドームはと。球数のメドはっていう質問に、6回行ってくれたらいいと思ってたと。はっきり言うて、佐々木朗希やったら投げさせたけどなと。1対0でもなと。投げさすやろ、佐々木朗希だったらと。村上じゃあ3対0じゃないと投げさせられない。その辺は違うところでしたというね、囲み取材、あったけども。まあ一番にね、その考えるところは、まあこのね、監督インタビューでもあるように、その村上投手の信頼感っていうのが、まあ岡田監督の中で、やはり完全試合をしてたといえ、なかったっていうところと、まあ今日の試合の勝ち星を優先して、個人の記録よりも勝ち星を優先して、まあこの決断に至ったっていうところはね、まあ苦しい判断だったと思いますし、まあその後ね、あの石井投手がね、あの岡本に初球をね、交代場のホームランを打たれたっていうところもね、まあ結果ね、最後高梨投手のインコースのね、通信難しいところを近本がね、このコマの回転のように粘ってね、あの1点を取って延長でね、勝ったっていうところを考えれば、まあ勝ったから、まあね、これも笑い話になるのかなっていうところはあるけども、ね、あれで負けてたらっていうところを考えるとね、まあどうだったんだろうっていう思いはありますけどね。まあそしてこっからはね、佐々木智也解説者としての、中の人間じゃないからこそ、経験したからないからこそ、好き勝手言わせてもらいますっていうコーナーになりますけども、まあね、その岡田監督のコメントでね、佐々木朗希だったら投げさせてたっていうところではね、過去のね、ところで言うと、まあね、記憶に新しいのは昨年ね、佐々木朗希投手が4月にね、完全試合を達成して、で、次の試合でも完全試合、8回までかな、完全試合途中でってみんな言うんだけども、まあ、完全試合ではないんだよね。あの時は日本ハムとね、0対0だったんだよね。だから、あの試合9回投げてたとしても、その裏に点取ってくれなければ、完全試合達成じゃないんだよね。まあ、西口さんとかみたいなもんだよ。あと、大野ね、去年の中日の。だから、今回の場合と、前回のあの、佐々木朗希の場面を比較すること人いるんだけど、ちょっと運転の差があるんだよね。やっぱ、勝ってて完全試合達成と、同点の場面では完全試合達成
定されてない。で、しかも去年の佐々木朗希投手で考えると、まだね、このホップステップのホップの段階で、1年間ローテーションをしっかり投げるために、100球制限という1試合の球数制限を決めた中で、1年間育成させていかなきゃいけない。そして、完全試合は1回も行ってる。しかも2回目は完全試合ではない、まだ。っていう状況で交代した。まだ育成途中っていうね、ところっていうところが、まあ、交代の基準になったんだけども、あともう一つがね、落合さんの時の中日ドラゴンズの時の日本シリーズの山井岩瀬さんの完全試合系統っていうのもあるんだけども、あれはもう日本シリーズで、あの状況で、地下ドラゴンズが53年ぶりの日本一になったんだよね。で、落合さん自体は、リーグ優勝はしてても、日本一になった経験は今まで一回もなかったわけ。で、ドラゴンズとしては53年ぶりの日本一っていう、日本一を勝たなきゃいけない試合の中で、で、後々聞いたら山井投手がなんかこうね、豆が潰れたとかなんかもあって、中でチームの勝利を、53年ぶりのドラゴンズの日本一を優先した系統っていうところも、まあまあわからなくもないと。でも、今回の状況で言うと、これが9月で、もうこの一勝が優勝に向けての大事な一勝になってくる。マジックの対象になってくる。っていうところだと、この状況を考えたら、まあ交代もね、考えられるけども、まだ4月、まだそのね、結果的に終わったらよ、あの時の一勝があってなるかもわかんないけど、まだ4月。しかも、1対0で勝ってる状況。で、今日のこの村上投手の投球内容で言うと、ホームはゆったりとした中で、で、そっから投げていくっていうところで、フォームの緩い誤差と、で、スピードは145キロ前後ぐらいの中でね、あとカットボールとかね、落ちる球っていうのもあったけども、フォームのゆっくりっていうところの誤差で、バッターが差し込まれるっていうところが多かったと思うの。で、今日プロ野球ニュースで一緒にやってた立山さんも言ってたけども、ストレートのスピンの回転量が多分多いんじゃないかと。その分、ホップしてる感覚が出て、フォームのゆっくりしたところからの、この佐々木理論で言うと、このプっていうクイックスローの中の、投球とフォームのアンバランスさ。その中で回転数が入ってくることによっての、アンバランスさが生まれて差し込まれたりタイミング取れなかったりそのスプリットっていうところで落としてね打ち取っていくっていうところでは非常にねいい結果が出たんじゃないのかなと思います。だから7回裏のね投球に対してもしっかりオコエ選手をねツーシームカットツーシームっていうところでレフトフライに打ち取って、でその後ね丸をストレートでカットボールっていうところでレフトフライ、これはフェンスギリギリだったけどもアウトで、最後梶谷投手をねカットボールっていうところでファーストゴロっていうね、非常にねこのスローカーブカットボールツーシームっていうね、ところも含めてコースにね、で通信もちょっと落とし気味にシンカー気味に投げることによって、ね、この打者を打ち取っていくっていうところがね非常に、いい感じでできたと思うんだよね。で先ほども言ったようにまだ4月って考えたら、目先の1勝っていうよりも個人的には好き勝手言わせてもらうとしたら続投で完全試合を見たかったね。まあ、できるかどうか分かんないよ、もちろんね。そっから次打たれてたかもしんないしね、勝ったからあれだけどひょっとしたら負けてたかもしれないけども、それはもう岡田監督が決めてタイガースの方針っていうところでは、でチームが勝ったっていうことを考えればそれがね最善策だったのかもわかんないけども、好き勝手言わせてもらえるとしたらそれはもうあのまま投げさせて完全試合生かすべきだったと個人的には思うね。しかもそれが見たかったというところもあるし、これをねネット記事の皆さん切り抜き記事で出さないようにお願いしますね。あの YouTube とかは収益の問題にもあるから、そういうのを勝手に使っちゃダメっていうような暗黙の了解のなんかあの規約があるみたいなんでね、確認してくれればね、取材受ければいつでも答えますからね、お願いします。でも個人的には佐々木はやっぱ投げさすべきだったと思う。これはもうファンの皆さんもね賛否両論あるだろうし、これどっちがいいとか悪いとかね、そういうのはないと思うわけ。何が正しくて何が正しくないっていう問題じゃなくて、何が見たかったか何が欲しかったかって考えれば、佐々木朗希の時はまだ完全試合達成されてないっていう状況、中日の時はあれが50何年ぶりの日本一をかけた試合だったっていうこと、今回もちろんねタイガースが岡田監督がね優勝して以来まだ優勝してないっていうね、ところで考えると、それは優勝しなきゃいけないっていうところはあるけども、まだ4月完全試合そんな人いない。しかもプロ初勝利が完全試合になるかもわからないあの状況で、それはまっすぐの力も落ちてたかもわかんないけど打たれてない、まだカットツーシームでね高リードで、坂本の高リードでなんとかしのげる可能性もある。考えたら続投していくべきだったと俺は思うし、見たかったと思う。次勝って言わせてもらえばね、これはもうね皆さんがどう感じるかっていうところと、まあ結果ねタイガースは勝ってるっていうところがあるんでね、そこはいい感じで終えたっていうところもあるしね、まあ、この石井投手ね打たれちゃったんでちょっとメンタル的にね塞ぎ込むとこあるだろうけどもね、これはもうね誰が言っても打たれる打たれないはあるからね、チームは勝ったっていうことを考えればね、まあ、次の登板の時にね村上投手のね苦しい
時を助けてあげられればいいんでね、次の登板にもね、頑張ってもらいたいっていう思いもあるし、あまり深く考えないようにっていうところはね、伝えて、おきたいけども、それはもう尋常じゃないプレッシャーはあったと思うよ。あの中で勝っていかなきゃいけないっていうね、その中で初球岡本がホームラン打ったっていう岡本の素晴らしさもあるけどもね、まあ最後勝ち切ったのはあるけども、見たかったね、完全試合。それは個人的な意見としてはね、好き勝手言うけれどもね、外の人間だからね、ファンの皆さんどうですか？これは何が正解とかはね、ないけども、里崎は投げさすべきだったと思うし、しかも84球なんだよね、確か。これがね、球数言ってたらわかるんだけどね、84球だからね、7回。球数もめちゃくちゃ、1イニングね、12球の割合だしね、球数も少なかったっていうところです。完全試合だし、勝ってるし、成立してるし、というところでは、完全試合見たかったなっていう思いもあるし、いろんな意見あると思いますけども、里崎は投げてほしかったな、という意見のもとで、今日はね、プロ野球ニュースも見てましたしね、いろんな人のいろんな意見あると思いますけども、皆さんはね、どう思いましたか？プロ野球はね、まだまだね、山下俊平だ同士もそうだしね、ニュースターがね、どんどん生まれてくるっていうところでね、まあ、シーズンこれからもね、楽しみな試合が増えていくんじゃないのかなと思います。ということで、緊急ですけども、里崎総チェック速報でした。皆さんのご意見お待ちしております。